こちらの女性、メルさんについて知らない方もいらっしゃると思うので、本編に入る前に少し説明させていただきたいと思います。2年ぐらい前に日本の若者でホームレスが増えていることについて動画を作ったんですけども、まあ、いろんな専門家の方々にもご意見聞いていったんですけども、メルさんはその動画でメインとして登場してもらってました。メルさんは幼い頃から虐待を受けていて、その後遺症で今も苦しんでいるということなんですけども、身分証明書をご両親に取り上げられてしまったということで、それでホームレスになるしかないという状況でした。で、その彼女の話を聞いて多くの人が感動して、たくさんの人からクラウドファンディングを作ってくれよっていうメッセージがものすごい来て、で、実際作らせていただいたんですけども、900万ドル以上の寄付が集まりました。で、その集まったすべてのお金は、間違いなく彼女の口座に送金しました。メルさんのその虐待している両親が触れない、そのメルさんだけがアクセスできる口座にですね。で、そのお金がちゃんと届いたよねってことを確認するために会ったのが最後になってしまったんですけど、まあ、いろいろ提案してみたんですね、その時に。アパート探すの手伝おうかとか、そのすごいお金なんで、まあ、管理する人雇った方がええんちゃうかとか、彼女、そのいろんなメンタル疾患を持っていたので、まあ、ただメルちゃんとしては、いち早く自立をしていきたいと。それで一人でもなんとかやっていけるというふうに言っていたので、まあ僕もそれ以上は強く言わなかったんですけど、で、それからしばらくの間はまだメッセージのやり取りはしてたと思います、たまに。メルちゃんは今どういう状況なのか教えてくれたりして。ただですね、ある時から全く返信が来なくなったんですね。1年以上全く音信不通みたいな状態になって、まあその間にもメルちゃん今どうしてるのか教えてよっていうメールがたくさん来てたんですけど、僕は住んでるところ知らないので会いたくても会いようがないっていう状況でした。で、つい数ヶ月前にやっと返信が来て、生きてますよ、なんとかやってますよっていうメッセージが来て、まあそれは安心したんですけども、まだ私ホームレスしてますって言うんですよね。まあ今どういう状況なのかで、この2年間一体何があったのかをちょっと聞きに行っていいって言ったら、まあいいよと言ってくれたんですけど、双極性障害を持っていてメンタルが安定しないみたいなんですよね。なので、まあ返信を返してくれてからもしばらくの間はちょっと会えなかったんですね。ただ先週やっとですね、東京で会うことができまして、まあ今の状況についていろいろと伺ってまいりました。久しぶりです2年ぶりぐらいですね。2年ぶりぐらい、そうですね、そのぐらいです。元気でした？元気じゃない時が多かったんですけど、今は元気です。今日はまだホームレス？そう、今もホームレスなんですけど。なんでなんかあれが、2年前あって、はいはい、クラウドファンディングで、なんか入った瞬間に逆のことをしちゃった。なんか働き始めちゃって、すごい部屋借りなきゃいけないっていうのがあって、で所得証明が必要なんで働こうと思って、そしたら頑張りすぎちゃって突然メンタルがやられ始めて、メンタルの治療を専念しとけばよかったんですけど、仕事しようみたいな、部屋借りなきゃいけないみたいな。ちょっとメンタルの状態悪くなって、はい、音信不通というか、あ、音信不通みたいな、誰とももう取れない。なんかスマートフォン見れなかったです。なんかもうダメみたいな。最近の3月まで働いてたんですけど、で今なんか辞めちゃったんですけど。なんで辞めることになったんですか？辞めていただけますかって言われて、欠勤が多くなったりとか、なんかメンタルがおかしいなって思われて、そう、ちょっとやめた方がいいんじゃないっていう。それから生活はどういうふうにしてるの？え、前と変わんないです。あ、変わんない。2年前とそんな変わんない。え、今はどこに住んでるの？え、言っていいんですかこれ？あ、場所は地名は言わなくていいんだけど、どこら辺で寝泊まりしてるの？寝泊まりはまあ公園とか、なんかお墓とか、あとはもう漫画喫茶、本当に辛い時は漫画喫茶に行っちゃって引きこもったりとか。猫は今？猫ちゃんはもうなんかこの自分の、なんだろう、ホームグラウンドの近くにいて毎日会ってるんですよ。今はすごい元気で太ってます。猫は食べて食べてます。メルちゃんの健康状態っていうのは大丈夫？いや、私の健康状態は大丈夫なんで、メンタル以外大丈夫です。フィジカル的には大丈夫？フィジカル的には大丈夫。
メンタルの今治療の方はしてるんですか？あ、してます、してます。クラウドファンディングのお金をいただいて、そこからなんか通い始めて、いやでもなんかそんななくなってないんですよね。あのバイトしたお金があるんで、そこから切り崩してってるんで、それなんか生涯かけて使うものかなみたいな、なんか命綱みたいな。部屋借りる代とか猫ちゃん代とか、あとは自分の治療代に使わせていただくって決めてたので、なんか使えなくて、それ以外は使うものがなかった。アパートとか借りるとかどう？やっぱり難しいな。審査みたいなのがあって、就職の予定はありますかっていうので、ありますって言ったら、じゃあ内定先のなんかその職場を教えてくださいとか。あ、でもなんかその働いてないですね。そこで借りれないんです。なんかお金見せたところで信用がないと借りれないんですよね。日本結構難しい。で、猫ちゃんと一緒に住むってなるとますます厳しくなっちゃう。ちょっとごめん、雨。あ、そうですね。あ、そうだよね。日本結構アパート借りるの難しいよね。難しいです。なんか思ってたのと違った。うん、保証人もいないし、その2つが揃わなきゃダメみたいです。なんか結構助けてあげようかみたいな、こう。はい、食料あげようかとか、お金あげようかとか、そういうメッセージもあると思うんだけど。いや、なんかいらないです。あ、なんかもういただいたので、それで頑張っていきたいなっていうのはあるので、これ以上あったらもっとプレッシャーかかっちゃうかもしれない。2年前もそれでなんかいきなりこういろいろ頑張ろうと思って。あ、そう、なんか期待に応えなければならないみたいな自分で思っちゃって、全部やった結果もう全部ダメになっちゃったので、もう一つ一つやることが大事なのかなとは思って、まずはメンタルの治療に専念することですね。うん、どういった治療なんですか？薬とか？そうや、カウンセリングとか、あとはもう食事療法、それこそ薬を処方してもらったりとかして治療をしてます。でもなんか気づいたことがあって、なんか普通の仕事はできないのかなって、自分の性格とかメンタル上、なんかハイの時は言うこと聞けるんですけど、なんかもう下がっちゃった時はもうそもそも出れないし、なんか職場の人からメッセージ来ても返せないので、結局無断欠勤とか迷惑かかっちゃうので、なんだろう、普通の仕事はなんか多分無理かなとは思ってます。もうなんかそのハイとこの下があるじゃないですか。ハイの時はもう満喫とかに出ないんですよ。あ、じっとできない。あ、じっとできない。なんか ADHD っていうのも合併してて、そわそわしちゃう。こっち行こう、こっち行こうってなって、で、満喫だと閉じ込められてる感がすごくて、それでなんか、もうずっと歩いてたり、今とかセミの声とか、もういろんな声が混じって、なんか、あーみたいな。頭の中もうパンクしそうだよね、いろんな。あ、そうです。多分クラウドファンディングの時、それが起きたんですよね。パニックみたいになって、あ、じゃあこっちもやろう、こっちもやろう、こっちもやろう。でもなんか海外ではそれ普通みたいな感じですよね。日本であんまり理解されてないというか。あ、なんか変人って言われますね。なんか奇妙な人みたいな。まああれから結構連絡あんまりなかったんで、はい、更新もしてないし、更新してない。心配してる人がかなりいるんですけど。あ、そうですね。もうなんかインスタグラムとかでいただいてるんですけど、なんかあまり英語が読めないというか。私の方もこれから動画少しずつアップしていこうかなと思って、猫ちゃんの様子だったりとか、今こうしてますみたいな、うん、まあ、メンタルが大丈夫だ。あ、そう、自分のペースで上げてっていただきます。あとはたまに僕にも何、はい、かあったらメッセージ。あ、はい。ちょっと連絡ないやつ若干心配なんで、あ、ありがとう、てるかなみたいな。プレッシャーに感じてしまうと思うんで、まあ好きな好きでいいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、最近なんか悩みがあって、なんかその治療薬をもらってるんですけど、無遊病になっちゃうんですよね。なんか自分では覚えてない間になんか歩いてたりとか、なんか変なことしちゃう、なんかすごい食べちゃったりとか。でも覚えてないんですよ、次の日。覚えてない？え、なんかしたみたいな。薬の副作用ですか？副作用ですかね。なんか
初めての経験なんで、その無遊病ってさっきなんか話してたよ、はい、文字が読めないってあれどういうことか。なんか本があるじゃないですか、なんかこう文章があるじゃないですか、なんか1行目を読んで次の行に行こうとするとあれなんだったっけ、でもう一回1行目あメッセージのやり取りしてんじゃん、あれは大丈夫あれは大丈夫なんか本とかだと読まなきゃっていう使命感みたいな1ページ目から読まなきゃいけないってなって、なんだったっけって。あそれってさ、なんか漫画とかすごい自分が興味があるやつでもダメなの？はなんか5ページが限界で、でももう一回戻るんですよ、1ページ目なんだったっけ。だからなんかバイトとかでマニュアル渡されても分かんないんですよね、なんか写真でこうだよこうだよって言われないと、あれなんだったっけ。日本って結構マニュアルの国じゃないですか、マニュアル通りみたいな、マニュアルが分からないので。それって結構昔から子供の時はそういう感じ。子供の頃とか、小学生とかですか。もうできなかったんです。じゃあその学校のテストとか。テスト私なんかもう0点がほぼとか。あ、そうなんだ。なんか最高6点とかだって、なんか10点台取れなかったかもしれない。勉強してももう、勉強すごいしてたんですよ自分の中では、もうずっとやってたんですけど、なんだろう、頭に入ってなかったんだと。その会話とかは大丈夫？会話はできるんですけど、日本語が日本語じゃないなんか言われたことはその場で、まあその通り話すんですけど、さっき俺なんて言ったって聞かれたら分かんない覚えてないでもなんか今なんかのび太さんと話してて、なんか自分文章読めないんだって気づかされたこれ普通かなと読めます？本とか一応読めるかなどうやって読むんですか、1行目から1行目から一応読みますでも興味があるやつだと興味がないやつはもう、じゃあ興味がない小説渡されて読めます？なんかそれは結構きついかな。でもめっちゃそれは頑張るかもしれない。集中してみたいな。集中したら、じゃあマニュアルとか渡されて読めますか？一応読みますね、マニュアル。でもマニュアルだけ読んでも覚えないじゃん。あ、覚えらんない。だから実際に手を動かすというか。一応理解はできるんですか？一応できます。私多分理解ができないんだと思う。文字の意味とかわかるよね。例えばさ、右に動くとかさ、おしんこを真ん中に置くとか、その意味自体は理解できる。意味は分かるんですけど、実際やるとおしんこが右に行きます右と真ん中が混じっておしんこが右に何だろう、頭の中で右とおしんこと真ん中がごっちゃになって、おしんこ右真ん中何になる。それがあってから仕事あんまり多分それじゃない、それじゃない、それはもうなんか分かってたと思うんですよ職場の人は。だからもう言って実践みたいな、マニュアルはもう大丈夫だよみたいな。でもそれでも2年やらせてもらってた。あ、2年やってないです。やってない。1年もう少しのとこでやめちゃって、ああもう2年に突入するっていうところで。でも本当にもう 2,3 ヶ月休んで、もうまた1ヶ月1週間2週間頑張って1日12時間とか働いちゃって、そういうのを繰り返したらまた 2,3 ヶ月休んでなんかやっぱいけませんって言うと、なんでじゃあ入れたのみたいな店全体に迷惑がかかっちゃうかなと思っちゃって、経験的に。あ、俺も多分そういう状況なんやろうなと思って、ダメルちゃん今日もちょっとやばいですって、この落ちた時なんやな。いやでもそう、なんかその時に会ったら多分とんでもない動画になっちゃうからずっと暗いことを言ってる、もうやばいわそう、もう無気力でなんか考えも思考停止シャットダウン、それかもう考えることはもうなんか死にたいとか消えたいとか、もうそっち系で、それかもシャットダウンとか。ちょっと待って、さっきなんかいろいろ言ってたよね、メンタルの双極性障害と境界性パーソナリティ障害と ADHD とうつ病と適応障害、かなりやばいですよね、そんな5個もあったら。でも結構なんか
小さい頃とか虐待とか家庭環境が悪いと、うん、そういう風になっちゃう。あ、なるらしいですね。俺の知り合いでもかなり虐待受けてた子で、はい、メンタル疾患はその人は8個あるっていうかな。8個あ、じゃあ結構やばい。どうなっちゃうんですか。もうだからその人は生活保護を10年くらい続けてるから、はい、なんか私そういう書類が苦手なんですよ。なんか生活保護取るとか、なんか区役所とか書類の文字が読めないんです。でまずもう一回1行目から戻んなきゃいけない。なんだったっけ？そう、あれなんだっけ？確かにあれは結構ややこしい。そう、ね。意味とか難しい言葉使ってるから。あ、それかな。なんだろう。だから履歴書なしのところの方がしか受からないっていう。履歴書書けない。松屋って履歴書なしなんで。あ、そうなの。あ、そうです。なんかもうバイトルってやつで応募して、もう直接じゃあ明日から来れるみたいな。はいはい、入力してもそう、結構履歴書なしでも働けるところあるんですよね、はい、どうしても欲しいみたいな。牛丼屋特にそうなんです。そうですね。持ってきました履歴書。俺の時は一応持ってった。ウェブじゃなくてなんか紙を直接。ああ、紙を。ちょっと昔だったから、まずそこで10年以上働いてるんで。長い。でも私みたいな人います？なんか働いて。やっぱ行かない。あんまりいないかな。でも知り合いが結構多いですよ。ADHD とか、あと ASD とか。大変みたいですね、みんな。大変。でも自分では大変と思ってなくて、あ、周りの人がちょっと困っちゃう。周りの人が多分すごい困る。それ理解、知っててもらわないとダメだね。あ、そう言ってるんですけど、多分その人たちには分からないと思う。じゃあもうめっちゃもう一人でできる仕事。あ、そう。一人で完結できる。そういう仕事は結構あると思うよ。フリーランスとかだよ。フリーランスって何ですかね。会社とかに属さないで、うんうん、仕事もらって、でその仕事分だけ、うん、お金もらえて、給料って月単位じゃん、はい、会社って、うん、でもフリーランスはもう仕事単位でお金もらえて、これだけやったら仕事もらって、そういう感じ。なんか株みたいな。なんか株向いてるんじゃないって、なんか一人できるし。ああ、株ね。でもなんかちょっと怖いですね。怖いですね。なんかちょっと失敗した時ですね。それはちょっと怖い。もう生活保護をさ、うん、なんか書類を誰かにもう頼んで。え、誰かに頼んで。書いてもらって猫預けてもらってとしたでもそこでなんかクラウドファンディングのお金とかどうなっちゃうの。ああ、そっか。で自分で借りられるんじゃないですか。ああ、そうだよね。そうだよね。結構なお金入ってた。びっくりしましたよね。あの時初めて見たもん。私も初めて。ちょっとビビった。そう、何が起きるのか分かんないと思う。だからめいちゃんの口座に送った時ちょっとビビった。怖くて少しずつ送ったんだけど、こんな大金送ったのちょっと初めてだったんで。なんか一回フリーズしますよね。フリーズしますよ。みたいな。なんか桁がおかしいから、最初9000円かなぐらいで思ってて、あれ？おかしいおかしい。出るのか。あれ、なんかよく分かんなくなって。それ結構使うのもなんかも申し訳ないっていう感じ。そう、申し訳ない。なんか使っていいのか、なんか触れられないですね。せっかく大きすぎ。そう、でもよくよく考えると、まあ、なんか100歳まで生きる予定なんですよ、今のところ。そう考えると、まあ別にそんなに大きくはないのかなと。その人生、あ、そう、人生考えたら。その間に多分願わくはメンタルが回復して、願わくはで、なんか何かしら仕事をちょっと、そうですね、自分に合った仕事を、焦らずプレッシャーに感じてしまうのかな。でも本当にありがたいですよね、そんなに集まって。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に。